CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷壮平です。本日の神谷壮平が聞くも井上老師にお越しいただいてます。老師よろしくお願いします。前回煩悩についてということでお話をいただきましたけれども、はい、いよいよ今日は、老師が指導しておられる禅というもののまあ修行と、からあと煩悩というものとのこう関わりというか、こう、どういった形、何を目的にこう禅というものをするものなのかということについても本質の部分聞いていきたいなというふうに思います。その前提条件で理解していただきたいことがあるんですよ、はい、それは精神作用といいますか、精神の働きというのは一体どういうものかということをちょっと説明しておかないといかんかなと、はい。我々人間の、最大の特性は知性にあるでしょ、はい、この知性を、知性っていうのは主の命ずるままにこの計画を立てたり計算をしたりこの判断をしたりしますが、好きとか嫌いとかというものはないですね、はい、ですから主の命ずるままに使われていく判断機械、まあコンピューターですから、悪人の知性は悪のために使われると、うん、善人の知性は社会のため、将来のため、人の幸せのためにということに使われていくと。つまり知性自体には反省もこの理想も責任感も何にもない、単なる計算機なんですね、はい、主のいかなるかによって知性の価値が変わってくるわけです。だから知性第一主義の教育は極めて危険だということです、はい、でも先ほど先般の時に情操、はい、感情というものについてご説明したように、はい、私たちが生きておる味わいというのはまさに気持ちにあるわけですから、この優しくてあったかくてこのほのぼのとすればいい心地になるが、はい、トゲトゲしいところではどうしてもそれは警戒をするって、これは生き物として当たり前のことです、はい、それで知性では勉強しなきゃいけないなっていうことは分かっていても、この感情の部分、気持ちの部分が乗らないと、いや遊びたいなとかあれが気になるなとかいうこの感情の部分が出てくると体がついていかないからなかなか実行ができない、はい、でそれをコントロールするのが意志なんですね。意志の力で、はい、だから意志の強い人っていうのはその知性の計画通りに従わさせるという、はい、知事上位をこのまとめ上げていく意志力の強い人はそれだけ早ければ早いほど決断が早いわけです、うん、決断心の鈍い人は知性で考えたり気持ちの方に揺さぶられたりして意思決定がなかなかできないんです、うん、そこでもた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 するから余計にストレスになる、はい、そこで決断心というものはこのあこれをしなきゃならないと思ったら感情も気持ちも一つにして目的だけ知性がこうしろというこの組み立てられた方法論に従ってさっと行為行動を取っていくと、そうせしめるのが意志なんですね、はい、したがって知上意が一つになれば心が最も安定した状態、うん、これがバラバラになればなるほどお互いのこの協力体制というのがなくなってくるから、それが全部ストレスになる、はい、迷い苦しむというのはこの様子のさらに深まったものが迷い苦しみになる、はい、したがって知上意が一つであるときは何の不安もないし、こうやろうと思ったらさっと体がついていきますから、うん、思った通りサラ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 流れていくわけです、はい、つまり悟りというのは知上意が一つになって知性といえば知性、情といえば情、意志といえば意志、三つがこう完全に一つになっていずれもない、はい、その時限り、うん、いずれもないから何もない時にはカラッとして何もないんです。この何もないところまでこぎつけるのが禅の修行、はい、何もないものを求めていくんで、目標を立ててあるものを、まあ、物理算数の
回答を求めていくのとは違うんです、はい、出てくる煩悩、過去の引きずりを切っていく世界ですから、うん、そうしないと地上位がいつも揺すぼられた状態にあって、はい、バラバラ状態になっていくから、うん、一つにするためには今に一点に心を置く、全身全霊を込めてそこに心を置くという、はい、これが禅の始まりなんです、うん、基本なんです、はい、したがって目に入るものがいろんなものが多すぎたり耳に入るものが多すぎたりするような環境では先にもう地上位がバラバラになって働きやすいからそういう環境をまず避けることです、はい、静かなところで民でもいい機関でもいい目的を持たない結果を出さんでもいいということは何にもしないということがこの可能な場を選ぶ、はい、でそこで身も忘れ心をも忘れて放り出してしまう。だが放り出そうと思っても出てきます、はい、出てきます、うん、ここが禅の着眼の師匠のいるところなんです、はい、ここが分かるまで一苦労するわけ、うん、でこれが着眼出てくる瞬間の心の発生する様子が分かるようになるとあこれをやればよいんだなここを守っていけばよいんだなっていうことが分かってくるわけですね、はい、そこからがそれまでは心を鎮めるための修行、はい、心が鎮まって要するに地上位が一つになったところをこう見極めたらバラバラにさせないように一点に心をじっと置くこれの今度は継続が次の修行なんだ、はい、そうすると今しかないから今に心がずっと来るようになれば締めたものでだん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 煩悩化していくというこの余分な心の癖がこう落ちていきますから見ても聞いてもとらわれなくなる、うん、カーカーはカラスですね、はい、ワンワンと鳴くのは犬ですね、はい、でカーカーは何ですかとこう言うと、はい大概の人はカラスと言いますね、はい、僕もそう答えてましたどうしてもこれが囚われと言いますね、はい、しかし実態はカーカーと耳に入った音はカーカーでしかなくてどこにもカラスはないの。そこに知性で蓄えた過去の情報というものがポッと出てくるわけですね。つまり入った刺激がそのまま大脳の過去の情報と連結していきますから、うんはい結局現在前後のない今と過去の情報でこれは実体のない夢ごとです単なる情報なんですが、はい、そことの境目がつかないんですよ、うん、それで過去の情報や概念でこの振り回されて実際には耳にはカーカーとしか入ってきてないのにカラスだという思い込みに縛られている、うん、これが束縛を受けている、はい、こだわりであり自我でありこれを解決するのが禅の目的であり、はい、解決した大きな衝撃的な自覚症状のことを悟りというわけですね、うん、この悟りを得るためにあなたは聞きたいわけでしょ、はい、どうやったら悟れるかと、うん、もっと言うならば俺を悟らしてみとこういうことでしょ。いやいやいやそんな大それた思いはないですけど、はい、いやそこに持っていけるとこうよりこうもっとこう自分の大きな、ね、目的に向かって迷いなく歩めるのかなという、はい、そういう期待があるからなんです、うんはい、まず真実は今しかないということですね。これは疑いもなく分かるでしょ、はい、事実は真実、真実は事実ですから、だから耳にある真実ということは耳にある事実ですからカーカーでしかない。1たす1は何ですかと聞くと大概は2と言うでしょ、はい、でも耳には1たす1は何ですかとしかないはず、はい、でも2でなくちゃならんと思い込んでるものがあるでしょ、はいうん、それで一度そういうとらわれ概念で縛り上げられた知性の枠を一回ぶち壊すという超えるというのが禅の目的ですから、はい、そうするためには全ての大脳の働きを停止する。道元禅師は心意識の運転をやめ念想観の識量をやめサブッと測ることなかれと仰せになっている、はい、一切の精神行為知的活動を持ち出すなと。
じゃあどうするんですか。見たままにしなきゃならんでしょ、はい、心を動かさないんだから。見たままだったら花とも思わず、綺麗だとも思わず、人間とも思わず、お金とも思わないように、ただ見る力を養っていかなきゃいけない、はい、これが本当の修行に入った時の最初の大問題、はい、そうやるためにはどうするかって言ったら、今聞いたものに対してすぐ即発的に電光石火のごとく 1+1 は何ぞやと言ったら、途端にニッとこうもう間髪入れず動かされている、はい、ここにおかしいと、 1+1 は何かとこう言われただけなんだから、そう受け取るのがまず事実を習得することですから、それは今瞬間にもう過去の知性と情報と直結するところがありますから、これを破らなきゃいけませんから、それで心を持ち出さないように、感情を動かさないように、ドアを開けるんでもそーっと手を出して、そーっと握って、握った感触を確認しながら、そーっとひねって、そーっとやるというふうにして、心を一点から微動だも外さないように、注意深く注意深く今を守りきると、これが悟りへの心得、はい、でこれを禅道でやる時の具体的な修行方法として言えば、この見えない今を捉えやすいようにして今を追求するんですね。それが少林窟では一呼吸を守りなさいと。呼吸はいつします？呼吸はいつもします。今しかできないでしょ、はいはい、今の呼吸、呼吸の今を見失わないようにしておれば、心がバラバラに飛び散るという隙間がなくなってくる、はい、要するに過去の悪い癖が入る余地がなくなってくる、それで命がけになってこの今を守るわけです。この呼吸をしなさいと言ったけれども、こうして吸い切ったらどうします？吐きます。吐くしかないですね、はい、吐くときには吐くしかないから、吸い始め中吸い切る、吐き始め中吐き切る、この一瞬一瞬をじっと見極めて余念を入れないようにする。最初はできませんよ。でもそう努力しておると、飛び回る拡散の癖が取れてくるに従って、地位上位が一つになってくる、静かになってくる、一呼吸がちゃんと見守れるようになってくる、見守れるようになってくると余念が入らなくなってくる。これをずっと練り込んでいって、日常の中も歩く時にも、ただ一歩だけをこう大事に大事に、一歩の尊厳を見失うことなくこうして歩くわけですね。で食事にあたっては、お膳の前に座ったら当然箸に手が出ますね。箸を取ったらこう自然につまむべきところに行きますね。何をつまむかはその人です。でつまんだら静かに口に持っていく、この持つ今、運ぶ今、つまむ今、口に持っていく今の瞬間瞬間をずっと事実を捉えて、事実以外に何も加えないんです。今度は口入れたら噛むしかないでしょ、はい、それ普通の人はこう噛みながらこうしてもむやみやたりにこうやって5、6回噛んだらコロッと飲むんですよ。僕ですね指導を受ける前、これが不思議なことに、はい、動物的なコントロール機能がこう働いて食べておる餌状態の時には、もう畜生と人間も同じです、うん、もう口に持っていったら次に食べるものも持ってきてね、おるもんだから自然にこうゴクッと飲み込んじゃうんです、はい、どうしても噛もうと思ってもできないんです初めは、はいはい、でそれを一息一息をやって、だんだんと前後がこう切れてくると、一噛み一噛みが丁寧にできるようになってくる、はい、で無理往生に手の動きを止めるんですね。で一噛み一噛みをこうして、
パンは分かりませんが、お米ご飯でしたら40回は噛むようにするといいですね、はい、そうして食べることと生命維持のための作業と修行とを同時進行させるわけです。つまり食事前、はい、歩くときには歩行前、座禅、呼吸前、禅というのはそのものと一つになるという意味ですから、はい、だからそのものと一つになって我を忘れてやっとればいい、うん、すると勉強の時には勉強三昧になって、あっと3時間がもうあっという間に過ぎたことってあったでしょ。はい、ありました。あれがなりきるということです、うん、徹するということ、はい、ただ徹しきってないから元へ帰っちゃうんです、うん、あの我を忘れ、時間も忘れ、勉強してよることも忘れて何にもない状態、あれを無という、うん、無我というんです、はい、あの状態の今今を行じておりさえ、それはみんな悟るんです、はい、それから眠るときですね、一日の行事を終えますね、いろんな社会生活をこなして、いよいよ床に入った、そうしますと体も心も床に丸投げするでしょ、はい、もう良かったことも悪かったことも、まあ、全てもう頭からポンと外しちゃってゴロンと布団の中に入る、はい、あの一瞬、はい、あれを覚醒をした時にやるんです。体も忘れ、心も投げ出して空っぽにした状態、これが禅の急所にあたるところです、はい、だから心を用いずにこうして見てますから、見てて見てないんです、うん、看板があっても見るだけですから、概念が加わらない、文字として捉えませんから、ただ見るだけで終わる、頭が働きませんから楽なんです、うん、それで頭が軽くなる、スカッとすればするほどこの邪心が溶けてきますから、煩悩が減ってくるわけです、はい、それで煩悩が煩悩にならなくなって、ただ淡々とコロコロやっていけるようになったら、もう徹する寸前ですから、いろんなことが起こってきます。例えば名前呼ばれても、ただ聞くだけですから分からないようなことが起こったりするんです、はい、これが悟る前の特殊な心理状態、うん、途中編にはだから何が起こるか分かりませんから、社会の中でやっていきよると、禅をやると人格障害を起こす、なんかこう異常状態になるからやめた方がいいよという、その瞬間だけを捉えて評価されると誤解を招くこともあるんです。でヨーロッパでは禅は非常に冷徹な宗教だというふうに捉えられています。その理由はですね、ある修行道場の雲水が卓発に出たわけです。で最後尾の雲水が坂のところで車を押してた老人を助けたわけです。そしたら道場に帰ってから師匠がその雲水を呼びつけてきつく叱ったわけです。命がけでこの世界を平和にするために煩悩の根源を解明して悟って、その力、その光でもって世を照らしていかねばならない、大きな仕事をしようときにね、はい、そういう小さいことにとらわれてはならんというわけです、うん、はい、そういうことが世間に流れてしまうもんだから、どんな小さいことでも親切をしろ、いいことはしろ、どんな小さい悪いことでもするな、とこう言っているのが宗教の根本理念なのに、うん、そういうことを叱るもんだから、西洋の倫理観から言ったらそういう宗教はおかしいんじゃないかという発想になる、はい、そこに禅の教育の特殊性があるわけです、うん、この道元禅師が鎌倉の将軍に呼ばれて福井県から出てくるわけです、はい、そして道元禅師の人柄と宗教性に惚れ込んで帰依するわけです、はい、その将軍が土地を寄進するわけです、はい、その寄進の書き付け状を雲水が喜んで持って帰ったんです。
それを見た道元禅師がその雲水をね、袈裟衣を剥ぎ取って追放するんです、はい、で毛皮しいってそこ立っとったところまでほじくり出すんです。これは明鏡止水のこの心眼を持ってみたときに、その雲水の中にその物にとらわれておる、で師匠への顕示欲がこうあらわに出ておる、もろもろの煩悩に溺れておるもんだから、大事な仏の命を悟りによって獲得するわけですから、はい、そのために命がけを修行しようのに何だろうことだっていうわけです、うん、これを末代までの訓戒として残すためにことさらに追放する、はい、うん、それで追放するにあたってね、追放するのも大乗の精神を持って優しくやれよと、つまり立派な人間になれよという心を失うなっていうわけです、はい、だが禅の厳しさというものがそういうふうになって伝わっていますから、ヨーロッパ社会の信仰あるいは宗教においては納得できんというか、うん、追いついてこないものが、なるほど、それほどに禅の精神 の厳しさとこの深遠さ高邁さというものが全然レベル違いだっていうことです、うん、はい、わかりました。今日もだいたい制限時間のいっぱいいっぱいまでお話をいただきましたので。そうですか、はい、まあそれはそうなんですよね。禅について、はい、まあ、今日多分20分ぐらいだと思いますけど、はい、この時間でお話ししてくださいというふうにちょっと土台無理があってですね、でも今コンパクトにかなり確信をついた部分を聞きましたので、はい、まあ、次回このシリーズの一つのまとめとしましてですね、こう禅を学ぶことと、それからこうこれからの社会をどうしていくのかということについてちょっと総論としてお話まとめていただきたいと思いますので、また次回最終回よろしくお願いしたいと思います。なかなかいいテーマのようですね。楽しみにしております、はいはい、ありがとうございます。